警察来たことあるんですけど、まあ本当にそれ以来はもちろんなんですけど、入られてなくてですね、そまあれ以せ外ほとんどそうですないですね、ね。で今うちはそのセキュリティのシステムと監視カメラと両方やってもらってるんで、初めはセすキごュリく、ティシステム、そうですね。防犯ベルを先に入れてもらって、そうなんですね。まあ、異常通報装置というか、ええ。で、音声だけで携帯とか通報先に行くようなシステムで、警備員はいないやり方なんですけど、そういうのから始まったんですよね。そうなんその後にスマートフォンとか発達するようになって、まあ、遠隔でこちらの会社が管理できるようになって、まあ、それが一番重宝されてるかなと思って。そうですね。両方セットだから、まあ、防犯ベルが鳴った時とかにカメラで大体会社のスパッと見れるんで、まあ、本当に野良猫が 間違ってこうドア閉め忘れてって入ってたこともありましたそういえし、ば2、3年前の災害時、台風かなんかの時もなんかお電話いただいて、そうです遠隔で見られましね。た。そうすると大体会社そうのなんで周りすが見よ。えカて。メラがあれがないと結局見に来ないとわからないもんで、それが大変だと思うんですけど、今カメラで見れば、そういえば朝一の社員が間違ってセキュリティ解除しないで入っちゃったとか、本当にそんなことだったらカメラ見てパッとわかるんで、安心なんですよね。そのカメラはだから両方使ってるメリットすごくあると思います。まあ、これからいろいろカメラも いろんな高性能が出てきますけど、まあ、今回新しいいいカメラに変えてもらって、写りは良くなったと思うんですけど、そうですね。もっと増やしたい気持ちもありますね。そう 解像度そう高くてですね、本当に会社の前で交通事故があったこともあって、それなんかは警察の方が見に来られましたね。状況確認したいって。そうですね。交通事故とか泥棒だけじゃないですもん